はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。今回は討伐戦ね、調整ダークマスターゲットしていきたいと思います。ちょっともうすぐ終わっちゃいそうなんだけど、今回いいよね流玉箱。まあちょっとどんぐらいポイント稼げるかっていうのもあるんですけど、5万でねダークマスターゲットできますのでゲットしていきましょう。調整とつりやすいし超突もできる、どうなんざんしょうね。はい、召喚獣はねこれチップスが楽しみですね。これもね前までは無駄だったんだけど今ね調整化できるからね。はい、という感じでやっていきましょう。で私はね序盤はねもうこの辺ね、まあ、ちょっと今は変えないけどガンガン使っていこうかなっていう感じでやっていくやつですね。こっちの群馬神までね手回らないんだよね、こっちが良すぎて。はい、じゃあちょっとゲットしていきましょうか。一応ね中身は今回ね本当に素晴らしい一中風サボり良い取り付く打ち消しと、まあちょっとゲットしてから中身見ましょうかね。不気味風といえば私はねミストシャドウがいるけど、そして今回なんといってもね流玉箱が3個追加になりましたね。456、妖怪も9体追加ということでね、使いすぎ。ピンクエンペラー欲しいね、ピンクエンペラー。あとアシュラもねいいんだよね、アシュラ。あとはホゲホエールのところのクジラマンですね。これホゲホエールって書いてあるけどゲットするのはねクジラマンですね。はい、という感じで、まあ、もちろん百鬼飛行もね今衝突してるので、私衝突してるのが百鬼飛行、ピンクエンペラー、そしてヤーメルンジャ先生、そしてミストシャドウ超急突してるんでね、これでミストシャドウ卒業です。超10突ね卒業なんで、はい、ちょっとテンション高めであれですね。でイベント攻略ねとこね早く聞きたいなと思います。今回ガシャどうなんだろう、いつもガシャローテーション超アップのローテーションあったけど、あ今回もこんな感じか。なんでどっちがいいんだろうな、レッドジェードマイティドッグな。なんか普通に最近やっぱね 1.5% でゲットしやすくなってきてるんで、個人的にはレッドジェイは火だよな。プリッチ火は結構お腹いっぱいなんでね、速度ダウンどうなんだろうね、ボールとかで使うか。やっぱマイティドッグの方が欲しいな。プリッチ氷の方がイベントが多いからね。あでもプリッチ火もなあんまりいないんだよな。前衛か、必殺火、必殺無属性だもんな。だからやっぱあんまり必殺氷のやっぱりマイティドッグの方が個人的には欲しいな、打ち消しだしな。なんでガシャはどうしようかな。なんかこの通常とマイティドッグ超アップの時の2回やろうかな。はい、まあ10連ずつ3回やるという手もあるんですけどね。まあ私個人的にはマイティドッグに行きたいなっていうね。はい、まあ超アップがね前みたいにギリギリでゲットってわけじゃないんで結構いいかなって感じしますね。はい、じゃあ行きましょう。今回の調整ダークマスターはね雷苦手で超混乱にはなる、超サボりは効かないけど超混乱になる、超睡眠もなる、でうすら不気味のダメージアップということで、はい、あとは特攻ですね。あと調整加工炎をセットした4日間のダメージ増加ところで、ちょっとね前回の動画で1列だけで攻略やったんですけど、今回ね超混乱もあるんで、カイチがね超混乱王なんで取り付くプラス必殺、超混乱王使ってちょっとやってみましょうかね。なんで純育のところはなしで、ここをねちょっと打ち消しいた方がいいかな。不死身クイーンよりは、不死身クイーンじゃなくてなんだっけ、カイチね使っていきましょうか。これで回転させて、
どんなもんだろうね。超睡眠も効く、超サボり効かないけど睡眠も効かないか。超混乱軍団ね、ぶっ込んでいくといいのかなっていう感じや。肝なし先生で使えばいいのかな。はい、まあまあまあ、でもいくか、そこまであれだけどね。だこの超混乱ね、うんちくまとか、まあ、この辺うまいことね、うすらの潜在能力っていうより必殺技だよな。絞り込みが難しいな。超混乱、よいしょ。あ、カイチか、そっか、カイチは別に普通のカイチでもいいのか。なんであとあれか、小生バタン球とかなのかな。まあその辺うまく使うと面白いことがはめれるんじゃねえのっていう感じですかな。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとどんぐらいのはめゲーにできるのかにもよるんですが、ごめんなさい。ここは、これは超混乱取り使うね。ダブルかぶりっちゃね。じゃあ、フジミクイーンを戻して、これ、獣肉使おうか。はい、ちょっと行ってみましょう。あれ、フジミクイーンも何かあったんだっけ、いいの。これ、地はダメか。はい、じゃあ行きましょう。混乱地獄、一体じゃダメなのかな、あんまりいけないかな。はい、じゃあ行きましょう。ごめんなさい。どうなんだろう、これ。あ、しまった。1でやっちゃった。まあいいや。まず打ち消し、なるべく給料で出すか。さあ、これで取り付くでチョコーナー来ましたね。これで困ってますね。はい、病気ゲージアップ妖怪使った方が良かったかな。我が手の内お見せしよう。混乱してますね。でカイチが必殺技を打てばさらに超混乱で、あれですね、これでどうなんでしょう。これで全体攻撃来る前にカイチの必殺技を打って超混乱。あ、これでもうやっぱ2回ぐらいなきゃダメなのかな。これもう暗いそうですね。あ、これまだ順番来てないのか。これまた超混乱。超混乱だからってダメージがめっちゃ食らうわけでもないか。さあ、そろそろやられちゃう全体攻撃しちゃうか。来ちゃいましたね。なんかこれもう一個ぐらいうまく使えばいいのかな。ちょっとわかんないよね。さあ、順位をうまく使って。これじゃ早すぎるかな、順位。順位って早すぎるかな。まあいいや。だから第一形態。あ、でも強いなこの辺。結構食らわしてんじゃん。3万食らわしてんの誰だ。1万3000。ゴージャス。ゴージャスすげえな。はい、まあ。ちょっと金貨をもっと一列でやった方がいいかな。はい、まあいいでしょう。ということで金貨が5万枚貯まりました。多分超混乱だな。でもなんか30万とかも夢じゃね、結構わけないというか、
いいんじゃないでしょうか。私ね、最初はね、かなり頑張るタイプですね。ジャケットしましょう。うりゃ。なんと上がダークマスターソースをゲット。ちょっと割合失敗したんじゃないでしょうか、サイズ感は。小生の正義とは何か見せてやろうぞ。小生ダークマスターそうそうと仲間になった。あれ、ビッグボスって、フユニャンのビッグボスってなんだっけ。ダークマスターでいいんだっけ。デカニャンか、フユニャンのビッグボスって。レッドジェイ、ピンクエンペラー。あ、あれ、フユニャンのビッグボスいないんだっけ。ちょっと忘れちゃったな。はい、まあということでね、ゲットしました。ここで見るよりあっちで見た方がいいかな。これも流玉妖怪じゃないんでね、今後討伐戦でね、調達とかできないんだよね。だから正直流玉妖怪の方が割といいかなーなんて思うけどね。さあちょっとこっち側で見ましょうか。大辞典でね、貴重なね、どうなんでしょう、うすら不気味の風ってどういうランキングなんですかね。あー、ダークマスターが一番、9500か。あれ、戦力順にしなかったか。うん、あ、関東っつった方がいいのか。なるほどね。ミスト、あ、そっか、今回ランもゲットできるんだよなっていうメンバーですね。はい、カントッツが一番戦力高いんだな。なるほど、これなんで見えてもいいじゃんと思うんだけど。なんで、なんでなの。まあいいけどさ。はい、というわけで力は高いですね。2000超えます。攻撃速度はまあまあ、うん、9500。あれ、こんな大きさだったっけ。ナイトメアタイフーンだっけ。なんだっけ、なんだっけ、なんとかタイムじゃなかったっけ。あれ、必殺こんなんだったっけ。サボり、風、超サボりがあるんだな。そして攻撃に特化ですね。訓練アップが 25% か。 25% の時代なんだな最近は。はい、というわけで、まあ私はこういう使いやすいの好きですね。ナイトメアタイフーンだっけ、なんか違ったような気がしますね。ちょっと調べたけど、あれ、なんとかタイム忘れちゃった。はい、という感じでありましたね。で、討伐戦、カードの中身がね、こっからね、ゆるぼぼになってくるので、まあ私は最初は10ですね。ここで、ミソシャドウね、超十突にしたいなと思ってます。で、他の有力箱については、基本的に持ってないのたくさんなんだけどね。調達をまず優先しようかなと思います。まあ、この前運よくね、ベッティさん復刻でゲットできたんですけど、まあ、カイラとかね、まだ持ってないんだけど、まあ、一応ね、当面は、調達優先で、なのでね、正直さっきも言ったけどね、スカイスネーカーも調達したいんだけど、うん。まずはね、あ、そう、あと学校側とかもゲットしたいんだけどね。この3つはね、魔王恋がね、妖力めちゃ高いんだよね。だから実は本当は魔王恋小生根ぶっこんで育てたいっていう思いはあるんだけどね。ニョロ水が結構ね、層が厚いんだよね。そしてミスチュアド、私これをね、
今回超10凸にして9500円ねしたいと思ってます。あとはカイラ持ってないんだけどね、さっきも言った通りヤメルンジャ先生が超6凸なんでヤメルンジャ先生中、うん、中心で今回この3つはアシュラーがかなりいいんだよね。ぶつかり 50% 非 15% か、非 30% だったらよかったな。アシュラー結構第3形態ね、アシュラーが刺さると思いますけどね。ピンクエンペラーが衝突してるんで、やっぱりピンクエンペラーかなりプリ雷イベント多いんで欲しい。そしてうっすら影風、これはね、まあ、ミストシャドウいるからまあいいかな、とりあえず足りてる。今回のダークマスターも来たしね、不気味風が、うん、なんで暴走不動明王はもっちょ持ってて、この前ね、結構特攻になりやすいですね、あの最近のなんか追加特攻みたいな感じで。でクロノーメン吸収だっけ、これも悪くないが、ここはね百鬼飛行衝突させたい。だけどクジラマンがねいいんだよな。クジラマンクリティカルぶつかり 60% だからね、ちょっとクジラマン欲しいな。攻撃速度も速いし、クジラマンでも最近不思議水ニョロ水がいるからまあいいっちゃいいんだけど、ポカポカ、いやーこれ俺欲しいなクジラマン、うんっていう感じなのよ。はい、なんでまああと今後も個人はまだ追加されてないけど、個人も欲しいんだよなはい、なんか王子がいくらあっても足りないんで、皆さんね、あの選んでやってみてください。私は衝突優先ですけどね。はい、あとこれ残念だね、リツイートキャンペーン1555いかなかったのね。これはね多分ね、戦服持ってない人は戦服ゲットした方がいいと思います。 S ランクいらないからね正直これは金のお宝コインかな、なんか夢も希望もないけど、これいいんだよねこの札、うん。あとかけらもね結構当たったりするんで、はい、っていう感じで。こっちもねちょっと G 選べるはやんないかな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。まだこれも交換しないんでちょっと迷っちゃってますね。小生コンでいいと思うんだけどね。はい、じゃあちょっと結構楽しそうですね、飛ばすね。楽しんで頑張って宝珠を大事に楽しくやっていきましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、あの三国志の合成はね、あの元の妖怪消えないんで安心して合成してみてください。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。いやー豪華だ。